はい、今日は11月14日夜8時24分にありました、現在のファイスタ。政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に行政を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進出しております。おなじみの赤い車、ニャルバン、東大阪、オオカミ、少年ならのオオカミ、おやじの声、今晩も届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。さあ、今日は、 第3回、東大阪市長を訴える現在の野田市長ですに、昨年の1月31日に、東大阪市候補室が行った市政だよりの配送業務の入札、これを私が完成談合である佐川と 大手2社による完成談合で締結されたこのような入札無効であるという民事裁判を提訴して今日で3回目朝10時半から3回目行われたんですがここにこの関連する談合管制談合の入札昨年4月の12日 全国に報道された東大阪の小学校26校の学校給食が止まったこの問題も一昨年その前の年の令和3年12月27日に行われた学校給食配送業務の入札これもね完成談合であったというね証拠を突き止めてこれも 私が大阪地方裁判所第7民事部へね、合同審査ですね、3人、裁判官、判事2名と3名で審理される、そこへ私が提訴しているわけなんですね、そしてここにこの学校給食の事件名は別なんですが、 だ大りの入札、これは無効として、さらには学校給食の入札も、これは随形で今やられていますから、現行の随形は無効であるという訴訟なんですね。それを、この施政だよりも同じ観念があるということで、裁判所が受理して、これも同時にこの裁判法廷で、 審議されることとなりましたそして裁判長が宣言してくれました。さあ、このようにしてね、まだあるんですね。ここに東大阪の放置自転車の収集業務。この落札している業者も、これも完成談合で行われた。つまり、この3つの完成談合の契約すべて、 トライアングルで点が線としてはっきりと関係しているわけなんですね。ですから、これにはまた今ね、刑事事件として裁かれている、審理されている大阪、これはね、新館の3階の334号室で行われているんですが、私の裁判は、私が提訴している裁判は、 本館の808階の806号室。さあ、今日、私の裁判で、明日はまた野田市長が関係する、ね、関係していた学校給食,給食の予算金額を民間業者に教えたということで、賄賂、金の受け渡しがあったということで、これが裁判されている刑事裁判なんですね。 この刑事裁判が行われている明日1時からね、確か4時まで時間取っての審理となるわけなのにこのね、東大阪のその私が今、提訴している姿勢よりの配布問題なんですが、この佐川の 入札団子を暴いているときに、この問題が学校給食問題へと飛びしてね、どうもそれを全てを隠蔽しようとして、この絡んでいた東大阪の業者、運送業者ですね、これを野田市長はどうも排除しようとして、そして三つのこの業者が 受け負っていたすべての事業を完成団合というような形でに落札させてしまって契約している。さあ、今日ね、とんでもない市政代りの配布状況のチラシが手元に届いたわけなんですね。さあ、どのようなチラシかと言いますと、これなんですね、皆さん。これ。東大阪市民の皆さん。 今まで長年、40年間も50年間も、東大阪の自治会の各自治会の班長さんが、都前にポスト、また手配りしていただいていた姿勢だよりが、なんと宅配業者、東大阪市広報市、急募、ね、お届けスタッフ、つまり、これね、とんでもないことが書いてあるんですね。 この業務、例えば、ね、ポスティングですね、市政代理の配布する、その募集のチラシなんですが、これね、今まで、このどうも、チラシをね、配布されていた人とか、ね、片手まで、確かに1万5千円か6千円もらってね、 片手までやっておられた。それは健康な人なんですよ。その人がね、月に2回それをやっていて、1万5千円か6千円自治会から費用をもらっていた。と言われていたんですが、この人が、この姿勢頼りがもう自治会で配布しない。そして民間業者に東大阪市がね、 業務委託している入札を行って、その市政大臣のポスティングを落札したのは、あのタウンページを配布している会社に落札したという、ね、この公文書私は手にしているんですが、ところが、そこが、ね、下請け、孫請け、夜叉後請けというところに、この業務を委託しているということが、このチラシで、 分かってきたわけなんですね。皆さん。これなんですよ。ね。このチラシが投函されたのがね、新聞広告か、都前に配布されたのか。どうも今年の7月だったらしいんですね。8月から、ここに書いてあるんですね。8月から、この東大阪の市政だより、これを民間業者が配布するようになったので、というね、この広報も、 されたんですが、その姿勢頼りを配るところの募集配布スタッフですね。これがね、なんと、年齢制限を聞いてね、ふっと笑ったんですが、このように書いてあるんですね。二十歳以上の方で、 80歳まで、健康な方。ね、このようにして書いてあるんですね。まあしかし、ね、80歳程度まで、ここですね、これ、80歳程度までと書いてあるんですね。そらね、三方が寺に、ね、手軽に姿勢代りというのは、新聞のね、 4分の1ですかね。半分ですね。新聞の半分で。ページはね、4枚、5枚入っていますから、これを2つ折りにしたときに、自分たちで手で持てるぐらいはね、おそらくね、30部か50部しか持てないわけなんですね。それを、この面白く書いてあるのはね、えー、5円から12円枚数、 エリアによって配布,ええ配布,やす配布しやすいえエリアがあるので、公平となるように単価を設定いたしております。ね、5円1時間400枚のペースで2時間配布した場合は4000円。10円1時間200枚のペースで 二時間配布した場合、四千円。あ、最初の五円は、一時間四百枚のペースで、二時間配布した場合は、四千円。これ皆さん。ね。私ね。何でもやをしていてね。この金額は、こんばんは。ね。この金額を、 制定したのは誰と思いますか私がこのポスティングというね、方法を編み出したのは誰でありましょう<え>この道村慎太郎なんですね。今から40年ほど前、正確に言うと37年ほど前に私が何で前をやって 2年目ぐらいに、このね、今まで、ポスティングというね、商売は誰もしていなかったわけなんですね。30年、ま37年前には、私が何でもやを始めてね、2年ほど経った、ね、明くる日に、バブルの真っ最中だったんですね。そして、開業して間もないところでも、なかなかね、 便利屋の仕事場に、ね、数少なかった。そのようなある日ね、11月にね、私が朝に新聞を手に取ったところに、このようなチラシですね。A3 とか A4 のチラシに何枚入っていたと思いますか新聞織り込みですよ。勘定したんですよ。そうしたときに、 51枚入っていた時があるんですね。この A3、A4 ね。この A3 というのは2つ折りにしますね。そして、この A4、それと B5、様々ままなチラシね、51枚入っていたんですよ。その時に、私がね、ふと思ったのが、新聞を折り込み、その頃からね、1円とか、 一円五十銭とか二円とかね、三円。高くても三円だったんですね。これをね、平均的に二円としてね、考えたときに、五十枚入っていたら百円ですね。このときね、ふっと考えたわけなのに一見に百円ずつチラシを投函していったら、 とんでもない金額になるなと思ったわけなんですよ。ね。この時に私はこれをね、ポスティング、つまりポストの中に入れていったら、50枚まとめて入れていったら、これ1件100円だと。10件で1000円だ。100件で1万円だ。このようにね、思ったわけなんです よしならば、このね、チラシをポストに入れる仕事を一回やってみようかな。ね。その時新聞やね、新聞も大概人気でしたから、大体平均的にね、少ない時でも20枚から30枚入っていたんですね。土曜日などはそれに50枚ほど入っていた。チラシがですよ。だからその頃はポスティング、 ポストに入れるというようよななな発想はなかったわけなのに私が考えたこのチラシのポスティングだったのにこの時ね私は料金で失敗したんですよ、ね。どのような失敗したかというとまずね私が近所のスーパーのチラシがね毎週入っていましたから近所にね K マートという、ね、スーパーがあったんですよ。そこへね営業に行って「こんにちは」ね 便利見どうと言いますが、お宅のチラシ、ね、うち、この時投函する、一件一件、宅配ね、広告、宅配する業者なんですけども、どうですかと言ったところはね、店長さんが、うちは毎週水曜日に、水曜日にね、売り出しをするのに、火曜日に、ね、新聞入れるんですよ。ね、そして枚数はね、 3000枚。あまり遠いところに行っても一緒ですからね。半径、ね。要するに1キロ。ということは、直径2キロぐらいのところ、世代数が3000世帯。そこへ、このチラシをね、毎週火曜日に新聞織り込み入れるんですよ。ならば、御堂さん、これに1枚、いくらでやってもらえますかと言われたんですよ。ね。さあ、新聞。 この1枚がその当時ね、1円50銭だったんですね。この A4 のチラシで新聞折り込みは。私はね、新聞と全くね、同じような感覚で、1枚2円で結構ですよと言ったんですよ。ね、そしたら、一度、ね、これ、そう、あのうちのチラシをね、火曜日、巻いていただけませんか 月曜日の晩取りに行ってくださいと言われたんですよ。さあ、そのね、くくりが一足ね、千枚ずつくくってあってね、三足あったわけなんですね、三千枚ですから。それを事務所へ持って帰りました。ところが、ね、この A4、このままポストに入りませんね、これを二つに折らなければなりませんね、これ二つにこうして。 これ、おるのにね、二人で三千枚売るのに、一時間かかったんですよ。ね、その時に何も思わずにね、まあいいかと思ってやったんですよね。さあ、そして火曜日になりました。ね、火曜日の昼から、ね、その時にね、うちはこういうネッポスティングの、大概ね、その時ね、アルバイト一時間がね、 えー、時給にしてね、350円かね、360円だったと思うんですね。しかし、その時に、このポスティングっていうのは、一件一件ね、投函していきますから、邪魔くさくなったらね、ゴミ箱に掘ったり、ね、まとめて掘られたり、そして事務所へ帰ってきて、巻きました。 と言われる兼ね合いがあったので、私はね、このポスティングに、時給ですよ。今から37年前。ね。1000円アルバイト代事としてね、すべての新規に出した便利屋の仕事でね、400円、500円では、なかなかね、バイト、何をするかわからない便利屋ですから、 その時からね、時給1000円と決めていたわけなんですよ。そうした場合にね、学生などは、ね、メンバー1人にね、商業大学と大阪近畿大学、ね、ありますからね、2つの学生寮がいっぱいありましたのでね、そこへ行って、ね、寮にいた誰か1人の、ね、学生に、うちは高校仕事をね、便利屋をやってるんだけども、 こんな仕事なので、ね、誰か学生、まあ、あのも、アルバイトにしに来てくれないか、毎日はないけども、というような話をしたらね、いいですよ。と言ってね、代わり代わりで、いくらでもバイトはね、来てもらったわけなんです、ね、そういうね、若い学生に、これをやるので、時給ね、1000円だと。だからね、3000枚、1人ね、500枚ずつ、ね、持っていっても、 ね、6人でしたら3000枚ですね。これをね、みんな5人、ほんで私を入れて6人ですね。これね、500枚のチラシをね、私は1時間もあったら負けるだろうな。1時間で別にね、1000円儲かるけどもいいな。何もね、 機械を使うだけではなく、ね、バイトの人たちが一生懸命ね、ポスティングしていったら、500枚1時間で負けるだろうな、思ってスタートしたわけなんですよ。ね、学生5人と、ほんで私と6人ですね、500枚ずつ持って。ところがね、私がね、必死になってですよ、若いね、学生に負けないように、ね、と前に、 この A3、A4 のチラシをね、ポストに入れていくのに回ってね、なんと時間見たのに、1時間10分かかったわけなのに、500枚ですよ。私、必死にね、走りながら巻いたんですよ。まだその頃にね、今から37年前ですからね、私は76歳ですから、まだ30歳。ね。 その時に、ね、私が500枚巻くのに必死になってね、走りながら巻いて、1時間10分かかったわけなんですよ。ところがね、普通に歩いて回ったら、ね、このチラシを500枚巻くのに2時間ですよ。1時間早いもので、1時間50分500枚。 ということは、1時間で250枚から270枚しか負けないということが分かったわけなんですね。元気のある学生ですよ。私が一番最初に、ね、事務所へ帰ってきました。事務所の近所の研磨跡でしたからに、ね、みんなに東西南北を決めて、ね、君はどこどこ、ね、君はどこどこ、どの方面東西南北を決めて、ね、そして、 巻きに行ったわけなのに。さあ、他の5人は時給1000円で雇っていますから、私はね、先ほど言いましたね、その受けた金額は1万2円6000円ですね。私は自分で時給ね、もらったらね、 5人ですから、1000円だと1000円儲かったらいいなと、自分はね、ボランティアのつもりでやれるなと思ってやったところが、最初からね、もう5000円の赤字なんですよ。6000円で受けた仕事が、ね、1万円かかったわけで私の二等なしですよ。さあ、そういう経験をしてね、 次の月曜日になりました。そうしたら、そのケイマートのね、店主から電話かかってきたわけなんですね。美藤さん。ね。あなたとこの巻いてもらったチラシ。お客さんの反応は3割増しだった。だから、また、 来週もお願いしますと言われたんですよね電話買ってきたのがね確かね土曜日ぐらいだったと思うんですよねさあその時に私はね代理の電話番していたものに「これ次電話買ってきたら出張に行ってね連絡ねおそらく23日で帰ってこないのでねわ分かりませんと言って断っといてくれ」って言ったんです それほどね、このチラシ、ポスティングしたら、その自分ね、当時ね、ものすごい効果があったわけなんですよね。その最初の経験で失敗したために、私はね、そうか。これは、新聞だから、新聞は本体の金額がね、ありますね。 新聞屋さんは本体の金額があって、それにチラシの折り込み30枚50枚だったら、それは余分にね、儲かるから、これがついでに配達できるから、採算が取れるんだな。ところがこの単独でこれを1枚入れようとしたら、最低でもね、5円、6円でないと、 バイトを雇って、そして1時間、だいたいわかりましたね。必死になって巻いても250枚。ね、女性でしたら1時間で200枚しか巻けない。だから金額は最低でも5円から6円でないとできない。さあ、このようにしてね、私がこのチラシの配布に値段を設定したのが、 誰であろう ?37 年前に私なんですよ。この関西地区でも日本でもチラシをね、宅配するような発案はなかったわけなんですよ。さあ、そして値段を設定してね、蜘蛛塾。皆さんね、よく昔からありますね、学習塾の蜘蛛っていうところの金魚にあったので、 1>, 1枚、ね、いつもね、くも塾のこういうね、生徒募集のチラシ巻いてましたから、ね、1枚6円です。ね、ここもね、なぜかね、そういう地域地域のね、そういう学,学習塾とか、スーパーとかは、ね、半径1キロ以内3000部数が多かったんですよ。ね、3000部数を、ね、 やっていたそのような形を待っていたためにね、そうした場合に、6円でしたら、6318、18000 18, 円ですね。ところが、長年そういう公門塾なんかをされていた先生らはね、こういうのを巻くのは大変だということをもう感じておられたわけなんです万、ね、18000円でしたらいいですよ。それがスタートしたんですよ。ね、なんと、今ね、これね、 その私がやった、ね、これが募集東大阪の市政選びの。ここにね、私のこれ裁判資料となるんですね、これから。ね、今日あった資料、ね。ま、あ、今日ね、一度ね、ちょっとした用事があるんで、ライブ中断します。また後でやりますね。